青木優也は、日本のプロレスラー。神奈川県横浜市鈴木区出身。大日本プロレス所属。2016年4月1日、大日本プロレスに入団。2017年1月17日、上野恩師公演大会の対、岡林雄事戦でデビュー。6月4日、宮城県、夢メッセ、宮城大会、b j w ジュニアヘビー級王座。 初代王者決定リーグ戦として行われた VSO 支選にて初勝利。8月22日、上野恩師公演大会において、吉野達彦、関倉孝太とのタッグで、新信、橋本和樹、野村拓也と対決。吉野が野村をアスリートジャーマンスープレックスホールドでホールして、吉野組が勝利。9月20日、後楽園ホール大会において、初勝利の相手でもある。 BJW 認定ジュニアヘビー級王者、ぶから再び直接ピンホール。11月11日、後楽園ホール大会において、ぶが放置する BJW 認定ジュニアヘビー級王座に初挑戦するも敗戦。2019年、プロレスリング01主催の第19回火祭りに初出場。九月十五日、横浜文化体育館大会において、 タジリが保持する BJW 認定ジュニアヘビー級王座に挑戦。ブルース・トームで勝利始発のタイトル獲得。2020年10月21日、後楽園ホール大会において1年余り保持していた BJW 認定ジュニアヘビー級王座から陥落。試合後にヘビー級転校を宣言した。高校は4年で卒業。ありがとうございます。